ストレートエニアグラム二等辺の友人がです。T 隊長です。隊長でございます、はい。大阪の皆さんどうもすいません。すいません。うちの大村が申し訳ございません。謝罪せねばと常々思っておりました。この大村知事、本当にね、愛知県人も頼りないって思ってる人が多い。そうで、よく言われるのが、なんで愛知県民はあいつに投票したんだってよくSNS に書かれてるんですけど、違うんですと。その時の選挙は大村さんが、自民とかのみんな公認で、対抗馬が共産党公認の人、どっちかだったんです。なので、もしか次この2択しかないようなら、私が出ましょうかM8 って思うぐらいの選挙だったんですよ。なので選択肢はなかったっていう、愛知県民は悪くないんです、なんて思いながら、大村タイプは、エニアグラム的には何タイプなんだろう。何タイプですかね。反応っぽいから6 この仲間に入れます。ここにグループされますかね。やっぱり何だと思います。そうなんですよね。でも反応タイプなんでしょうね。反応タイプで言うと、4、6、8でございます、はい。確かに行動は結構過剰なんですよね、何かに対してこう過剰に反応するみたいな、はい。で、相手にされなくて怒る、怒りましたよね、なんで入ってないんだうちはと、なって、捨てられたと思ったのか、やっぱり入れてくださいってなるとか、そう考えると6 で、あっち西にね、超かっこいい、イケメンがね、素晴らしい政策を押し出すと、で、国民から評価されてるみたいなところじゃないですか。妬みが出ますよ。でもこの妬みで特有、よく言われるのが4がよく妬みって言いますよね。4の妬みは多分全部あ、そうか、自分が報われてないって感じてる、はいはい、からみんないいよななんですよね。なるほど。4的なあいつとかじゃないんですね。あいつとかじゃなくて、いや、なんか悲観、自分のことを悲観してるんで、みんないいよななんですよね、はい。なるほど。俺なんかこんなにダメなのにみんないいよなみたいな妬みで、6は違う感じですよね。攻撃が、多分過剰ですよね、俺もこんなに頑張ってるみたいなところじゃないですか。だっせーな。なるほど。この多分今大村知事は健全度が落ちてるんだろう。落ちてる、自分の劣等性を補おうとする行動が過剰な厄介なやつ、これ健全度で言うと段階6、落ちてますね。で、その次が不健全な段階なんですけど、そうすると当てにならない人笑っちゃダメ、笑っちゃダメ、これ今エニアグラムなんです、で、劣等感と言う、劣等感、多分今大村知事はもしかしたら、健全度が段階7かもしれない、当てにならない人、劣等感とあります、で、その下に落ちると、過剰反応するヒステリーの人、過剰反応、とあって、最後が段階9、自滅的な自己、逆自者、恣意逆性と書いてあります、難しい感じですね、自虐って感じです。健全な段階の他人に対して自己も主張する平等性、人を引きつける魅力、任務への忠誠から、通常の段階な上旬な伝統主義、受動攻撃的な両面性、防衛的な権威主義へ、で、だんだんこうやって落ちていきます、で、非理性的な過剰反応を起こして、そして最後に自己破滅的な、6ですかね。6っぽいですよね。確かにこの落ちてる6 落ちてる6、確かに8となると、自信、その要は8特有 の、 その自信に満ちた感じとか、権力者っていう感じではないですもんね、あっちの人が8っぽいですよね、大阪府知事。なるほど。目力強くてやったるぞみたいな。なるほど。ちょっと見てはいけないと言われる、ウィキ、
僕もあの記者会見、会見の映像でしか見たことないんで、実際のところは分かんないですけど、なんか頼りがいがある感じ。大村秀明さんは、うん、愛知県出身、碧南市生まれですと、うんうん、でまあ高校時代から、うん、東京大学に進学して、うん、官僚を得て、うん、政治家になるという進路を決めていた、うんうん、というと言われてます、うん、ちゃんと東大法学部に合格しましたよ、うん、すごいですね。なんで頭はもう頭は抜群に、うんうんね、頭は抜群にいいのに頭のいい感じが見えないですもんね。反応しちゃってるんでそうなんです。あ、確かに、まあ、合理的、うんうんうん、ではないですよね、うんうんうん、だから考えたら多分優秀だと思うんですよ。東大法学部まで出て、はい、確かに結構反応しやすいのか、うん、例えば1998年、うん、その藤前干潟埋め立て人工干潟をゴミ処分場にするっていう計画を発表した時に、うん、名古屋市が、うん、いや環境を大切にする愛知万博を開く一方で、うん、干拓をゴミで埋めるのはおかしいって批判をしたと、うんうん、で自民党市議から大村を除名しろという声が上がったよなんて書かれているんですけども、うんうんうん、確かにその何かに起きた時に、うんうんうん、と反応する、うんうんうん、でもなんか六としてはそこで、うん、これと一応 自民の人だと空気読まないかなってちょっと思うんですね。それは 上が言ってる、うん、下は反対してるとかじゃないですか。ああなるほど、うん、でそうするとそういうところからそういう環境どうなってんだ。ああそうですね、うん、あいや自分を当選してくれた市民の声がそう言ってる、うんうん、碧南とかってあっちの方ですよね。海の方じゃない。あそうですそうですそうですっていう、まあ、どこに反応したかですよね。で今あの、うん愛知トリエンナーレの問題で、うんうんうん、川村名古屋市長に、はいまあ、その3380万の支払いを求めて名古屋地裁に提訴したとかやったり、うんうんまあ、今回大阪に噛みついたわけじゃないですか、うんうん、この大阪府知事吉村さんもですね、いやその前にこのトリエンナーレの件で、うんうんまあ川村たかし氏に対して、うん支持を表明して、うん、要は大村知事は辞職相当だと思うっていう発言をしてるんですね、うんうん、もしかしたら根に持ってるのかもしれない、うん、持ってる可能性はありますね、そこに反応した、うん、で大村さんこの9つの性格タイプっていう本があるんですけども、うん、このタイプ6、うんうん、本当はその不安のアンテナが結構発達した人、うんうんうん、なので何かが起きそうなとこには首を突っ込まないはずなんですけど、うんうん、そのストレスのサインっていう項目で自分の実力よりもよく見せようとして背伸びをし始めたらそれはストレスが溜まり始めていますと、うんうん、もしかしたらこの大阪に対して、うん、あ俺ももっとやれるんやって見せたかったのかなと、うんうんまあ、それはあるかもしれない、ね、ストレスが溜まってますねと。でエニアグラムのこういう本で書いてある6へのアドバイスとしては、うん、起きたことにすぐ反応するのではなく、うん、深呼吸するなど、うん、間を開けましょう、うんうんうん、落ち着けと、うん、よくなんかあの大村寝てろっていうのが上がるんですけど、深呼吸で、それは厳しい言葉じゃなくて、今は訴えられる時代ですからね、厳しい言葉は。大村さん、深呼吸と。深呼吸を。間を置きましょうと。で、あとはその、自分に合う心が落ち着くような実践を継続的に行うといいと。例えば、ヨガ、散歩。で、頭の雑念から解放されるために、まあ、ちょっともう、知事は置いといてね。焚き火やガーデリング土と親しむなどねもう離れてもいいよと書いてあります。知事から離れましょうって知事から離れましょう離れましょう、うん、知事ではなく土に土と親しむ、うんうんうん、で、まあ本当このタイプ6っていうのは、うん、ストレス時は前タイプ3のマイナス面が現れる、うんうん
その競争心が強まって自分をよく見せる、うん、早く成長しなければと焦る、うん、っていう面が今全、うん、確かにそうやって考えていくと、うん、もう6確定な感じはしますね。大阪府知事には巻き取らんと俺は。あの名古屋弁が今ちょっと川村隆さんみたいですけどね、今名古屋弁が名古屋弁が出ましたね、今流暢な思いが込み上げてるんですね、多分、うん、冷静に考えたら言う必要ないですもんね。ないです、うん、全くあの、うん、褒めて、うん、認めて、うん、僕も頑張りますね、うん、全然いいのにって思いますけど、ね、そうしたらみんなじゃあ頑張って、あ頑張ろうって、うん、本当に大阪の人申し訳ございませんそうだから今は自分の方が上なんだっていうアピールがしたいのかもしれないですね、うん、大阪はクラスター発生させとるみたいな、させとる俺は東大やと東大やと。ちなみに、大阪の吉村府知事、うん、府知事は、うんうん、それでもまあ九州大学、あまあ帝大です、国立ですよ、ねはい、うん、でも俺は東大やと、東大やと、お前らには日本一やとお前には負けとらんと、うん、言いたかったのかもしれない。東大法学部ですからね、日本トップじゃないですか、はい、っていうやっぱそのエリート意識はもしかしたらあるのかもしれないですね、うん、で世間の支持が大阪府知事の方が高いじゃないですか、それも気に入らないじゃないですか、俺の方が上だと。そうですね、タイプ3の悪いところが出てる、タイプ6の、あタイプ6だと、あタイプ3の悪いところが出てるっていうね、あ6か大村県知事はタイプ6です、うん、おそらくタイプ6確定だと、はい、まあ、なんか他のタイプにあんまり見えないですもんね。1はあるかもしれないですけど、あなるほど、2、3、4、7、8、9なんか他にあんまり見えないじゃないですか。そうですね、うん、あの反応っぷりは、反応っぷりは6っぽい、いかがでしたでしょうか。いかがですか。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。